はいどうも、おはようございます。今日はね、2月17日の朝6時40分なんですけども、まあ今日もエントリーに関しましては全くやらない方向です。で、今、デイリーを見ていただいてるんですけども、ダブルトップという目論みはですね、えー、ウクライナ侵攻関係で、えー、大きなファンダメンタルが今働いてますから、やっぱりね、素直にそうはいかないところもあるし、まあファンダメンタルがなくてもいかなかったのかもしれません。この辺は検証が不能です。 ですんで、一日足見たときは、まあ、横ばいになっていることを意識しなくてはいけないかなと思いますよね。右肩上がりから横ばいに入ったところです。ですんで、今、天井を抜こうとして抜けない状態と、あと下落の勢いが拮抗しているとも考えられるんですよね。で、短い時間軸、4時間とか1時間は右肩上がりなんですよ。うん、これもそうですけどね。1時間。 一時間も右肩上がりに向かってると。これ横ばいに見えますけども、右肩上がりと判断した方がいいんじゃないかなと思いますけどもね。まあそれは、あの、なんですかね、高値切り上げと安値切り上げが見えるでしょ。でもいずれにしてもね、ファンダメンタルがちょっと強すぎて、テクニカルの顔っていうのは、まあ全体の1割ぐらいしか出てないんですよね。まあそうなると、正確にテクニカルが測れたとしてもですよ。全体の10%ぐらいしか、 テクニカルが生きてませんから、9割はテクニカルの及ばないファンダメンタルで動いてると思うんですよ。そのぐらい戦闘状態に入るかどうかっていう緊張っていうのは、ファンダメンタルが支配しますから、そういう意味でね、今週ずっと申し上げてましたけども、エントリーはないです。もうこれは、ね、眺めていくしかないです、今週は。うん、で、来週なんですけども、21日から、徐々にその辺が見えてくると思いますし、あとね、北京オリンピックが解除になってから、 ますますすまま顕著だと思うんですよ、まあ私もねこうやってねいろんな相場を見ていてうーんこの5年間でここまでファンダメンタルにやられてる時ってのは初めてですよで随分前にギャンブルみたいに FX やってる時ってのは東日本大震災みたいなことがありましたけどもねまあけどまあ米のアメリカの金利上昇の要因もありますしこういう時は 何もやらないのが一番じゃないですかね。うん、特に上級者じゃないですから私たちは、ね。テクニカルの理論で4割負けて6割勝っていこうってする本当に微妙な立ち位置にいますからこういう時にエントリーしてあの負ける可能性をねかなり上げちゃうんですよ。うん。まあということで今日も語るだけになりました。うんまあ、何もやらないのが一番です。もう明日もやらないという前提で相場解説の方をご覧ください。 それでは本日は以上です。お疲れ様でした。